泉姫様、姫様がゲームに出演なされるとのこと、おめでとうございます。ありがとう。姫様の可愛らしい容姿、素晴らしすぎる頭脳、あふれ出る気品。姫様ならばいつかメディアへ進出すると思っておりました。ああ、感慨深い。うん。っていうか、エメンタール、あなたも出るのよ。存じておりませんが。あら、そう。じゃあ今存じたわよね。というわけでよろしくね、エミ。私はそんな、全世界へ公開するほどのものを何も持っていませんし、その全世界って大げさね。それにエミは素敵よ、すごくね。もったいないお言葉、ありがとうございます。でも私の言うことが信用できないわけ、エメンタール。いえ、決してそういうことではなくて。じゃあ胸を張りなさい。私の護衛なんだから、いつでも堂々としていないと。はい。姫様にはかなわないな。まだまだお年も若いのに、いつでも凛としていて気高く美しい。だから私は姫様のことで。何か言った、エミ。いえ。では失礼いたします。あーは言っていたけれど大丈夫かしら、エミ。ちょっとお部屋を覗いてみましょうか。電話？誰とかしら。もしもし、あの美容室プリティマウス様ですか。あの予約を入れたいんですけれども。はい、カットで。え、リミットメントって何ですか。はい、よくわからないので。じゃあそれは。やる気満々みたいね、エミ。ネイルケア、メイク、フェイスエステ、ヘアエステ。はい、よくわからないので、それも全部お願いします。違った意味で大丈夫かしら、エミ。主にお金とか。